埼玉政財会人チャリティ歌謡祭はテレダマで放送される日本のテレビ番組1992年2月1日に第1回を放送企画の発案自体は埼玉の地元財界側からで当時のカラオケブームもあり知事や自治体にも話を持ち込み政財界の長が普段の仕事から離れて一堂に会して歌謡祭をやれないかということが発端となった 翌1993年から毎年1月1日にゴールデンタイムで2時間半放送されるようになった。収録は前年11月下旬、または12月初旬に行われる。埼玉県知事、県内市町村長、県議会議長、県内有力企業の社長や重役といった埼玉政財界を代表する要人、例年20人強が大宮ソニックシティ大ホールを舞台に、 自慢の喉を披露する。バックバンドは第1回より岡博史率いるクリアトーンズオーケストラが務める。本職の歌手ではない、政財界の養殖にある素人が派手な衣装を身にまとい、生バンドをバックに独自の演出を交えながら歌を披露し、会場は出場者の支持者や社員の応援で賑わうという内容の濃さから放送されるたびにネット上での反響が大きく。 ネット上では埼玉の記載とも呼ばれ2017年にはツイッター上で番組のハッシュタグがトレンドの1位を獲得したこともあるこの影響により2019年開催の第28回は DTV チャンネルでも急遽放送されたこのチャリティ海洋祭は埼玉県が制定した埼玉県文化振興基金の趣旨に沿って第1回から同基金に 収益の全額を寄付している。寄付した累計額は来場者や出演者の募金と実行委員会の拠出金を合わせて約2800万円。2021年の第30回は新型コロナウイルスの感染拡大で開催延期となった。これにより放送予定日だった同年1月1日は1992年の 1> 第1回から2020年の第29回までの名場面を振り返る埼玉政財会人チャリティカ要塞29年間の出演者すべて見せます。スペシャルを放送。約30年にわたり埼玉県の政財会を担ってきた人々の歌声を総集編として紹介するとともにトップリーダーたちから未来へのメッセージが発せられるとしている。また収益金は 埼玉製材会人チャリティカ要塞実行委員会より従来の埼玉県文化振興基金に加え新たに新型コロナウイルス感染症対策推進基金に寄付される埼玉県知事や県内の市町村長埼玉県議会議長埼玉理想な銀行東京ガスなどの埼玉県内に本社、支社を置く企業の社長会長、支社長など 埼玉県を代表する、政財界人が多数出演する。ゲストは、女優と毎年演歌歌手から各一名を迎えている。2019年の埼玉県知事選挙の際には、ネット上では、選挙について、記載の予選会というジョークが飛び交い、この選挙で当選した、王の元優は、選挙期間中、ツイッターで、埼玉政財界人、チャリティ課要塞、埼玉政財界人、 チャリティ歌謡祭予選のハッシュタグをつけ、大野を出場させてください、とアピールしていた。その他このゲストとして、冠次郎、木下志織、高田進む、島津綾、新沼健次、島倉千代子、八代明、森光子、小林明、長山愛子、堀内隆、水森香織、熊谷真奈美、細川隆、千正男等が出演していた。 埼玉在会からの出演者としては、清水島子が唯一、第1回から全ての会に出場しており、2021年の振り返り特番にも出演し、記録を継続中である。ありがとうございます。